佐藤をなぜか打てない。佐藤は動体視力が悪いのか、目を早く切りすぎるのか、他の選手の空振りよりだいぶバットとボールが離れている。佐藤は球種絞れよ、少しは狙ってないカーブでも何でも打ちに行くな。落合は佐藤は自分のストライクゾーン持ってないから厳しいって言ってたが、確かにその通りやな。佐藤は下半身を鍛えてほしい。下半身が弱いからバットが止まらない。佐藤がハーフスイングして審判にジャッジを仰いだ姿をほとんど見たことない。ここに何らか問題の所在がある気がする。佐藤輝はドライブラインの効果ないだろ。あれドライブラインで前の方で打つの勧められたから落ちる球を空振りする対策にはならんわな。そこら辺は諦めて失投を長打にしたらええんや。本来長距離砲の人は失投を辛抱強く待てるんだわ。そもそも来る球なんでも打てるわけない。頑張っても3割なのに。短期留学で英語が上達しないのと同じ。せっかく得したものも崩されて今は忘れてるように見えるよ。課題は内角直球だけど高めのボール球は捨ててほしい。佐藤は結局藤井コーチの2年目が一番波少なかったな。